ゆうちゃん遅いよ。来ないかと思っちゃった。悪い悪い、ちょっと道が混んでてね。さっき一本終わっちゃったよ。やっぱりこんな待ち合わせの仕方もうやめようよ。安心しなって、俺は名探偵だぜ。私の名前は工藤由紀子。かつて世界中の男たちの視線を独占した元女優、推理小説家工藤優作の最愛のワイフ。それにどうやら我々はお邪魔虫のようだしね。邪魔してしんちゃんに嫌がられたい。そのうち例の薬が手に入り、お前の体も元に戻るだろう。だから危険な探偵ごっこはこれでもう終わりに。やだね、これは俺の事件だ。俺が解く。父さんたちは手を出すな。しんちゃん、それに俺はまだ日本を離れるわけにはいかねえんだ。あ、そうだ、今度海でも行ってみるか。あら、いいわね。え、何が、ただの小説家ですよ。何あれ、明智小五郎にでもなったつもり。あー、くせくせ、やだやだ、こんな男。ユキコ、うん、帰るぞ。ほいおい、でも運命よね。私の大ピンチに間一髪で駆けつけてくれるんだもの。間一髪？いや、俺は2分ぐらい前からずっとお前のそばにいたが。え？じゃあ何？私が突き飛ばされる寸前まで黙って見てたってわけ？うん、あの人が犯人だという確証が欲しかったし。やられたな、ユキコ。今回は博士を味方に取られて、いつかのお返しだな。ああ、でもどうしてわかったの？俺に聞くよりそっちの説明が先だぜ。ご協力ありがとうございます。おかげで宝石は守れましたって。ああ、この前の優作が追っ払ったあの怪盗なんとかの事件ね。いやいや、あれは見事に逃げられたって言った方が正解かな。変ね、ちゃんと帽子とメガネで来たのに。そのいかにもな女優帽とサングラスじゃね。うん、あら、しんちゃん美人マダムと談笑中。まったく誰に似たんだか。いや、あの顔は探偵の顔、まだ青いがね。で、自称世界屈指の推理小説家さんはこの事件解けたのかな。ユキコ、そいつは愚問だよ。ユウちゃん分かっちゃったの？浜辺にいたその若い男が、私が君に言った推理通りのことを話しているのか。なかなか興味深い。そうなのよ、まるでシャーロック・ホームズみたいに。サングラス越してよく見えないけど、かなりのイケメンみたいでさ。おいおい。でもしんちゃん、どうやって犯人を見つけたのかしら。観客の顔の動きだよ。テニスの試合を見に来ている客はボールを追って顔が左右に動く。左にボールが行けばこう、それを右に打ち返せばこう。選手を横から見る席にいるのなら確実にな。まあ、この賞を最も与えたいのは、今もモニターの中で頑張ってる彼女だろうけど。それではミスター工藤、次回作の予定は？ぼちぼち。シークレットブーツで足をくじきそうだし、変性器で首がこそばゆいし、もういやー。おいおいおい、倉知恵子。ああ、京子ちゃんね、よくドラマで共演したわよ。主役はもちろん私だったけどね。嘘。はじめまして、工藤優作です。